くにこキッチンへようこそ。今回は愛媛の郷土料理さつまを作ります。手軽に作る作り方をご紹介しますよ。本来の作り方より手軽に作れますよ。今回はサワラの味噌漬けを使って作ります。これがポイントです。では材料です。サワラの味噌漬けが一切れ、みりん大さじ1とお味噌大さじ1を混ぜてサワラにきれいに塗ります。ラップに包んで一晩冷蔵庫に置きましょう。味噌を取らずにグリルで焼きます。これがポイントです。おいしそうに焼けましたよ。こうすると簡単に作ることができます。ほぐして骨を取ってすり鉢ですっていきましょう。お味噌を加えてさらによくすっていきましょう。だし汁です。200ml に細切りにしたこんにゃく 50g をね、さっと湯通しします。これが薬味になるんですよ。1分ぐらい湯通ししたらこんにゃくは取り出しておきます。このだし汁は後で使いますよ。きゅうりは1本小口切りにして小さじ4分の1のお塩を加えてよーく揉んで水気を絞っておきましょう。さあ、よく混ざりました。ここにだし汁を加えます。 200ml です。よーく混ぜましょう。先ほどしっかり絞っておいたきゅうりです。湯通ししたこんにゃく 50g です。そしてみかんの皮の千切り、これがねいいアクセントになって美味しいんですよ。あとは白すりごま小さじ1、すりおろし生姜小さじ4分の1を加えます。さつまが出来上がりました。すり鉢の中でねしっかり混ぜていきます。食べ方ご紹介しますよ。よく混ぜたら、本来はね麦ご飯にかけます。今日は白米ですが、具もね汁もたっぷりかけてサラサラっと食べるとこれが美味しいんですよ。食欲のない日でもねサラサラっと食べられちゃいます。愛媛の郷土料理さつまの完成です。お試しくださいね。くにこキッチンでした。